それは森の奥に隠された知られざる遺跡。千年の時を超え、あなたは、私はあなたと出会う。世界樹の迷宮シリーズ最新作、物語は東の果てエトリアから始まる。北の地からやってきたハイランダーの青年、あなたが私と出会うことで全ては動き出した。目覚めた私は記憶を失っていた。覚えていたのはフレドリカという名前と約束があったことだけ。そして僕らもこの遺跡を調査するために訪れたんだ。私たちは遺跡の謎を追う人々と出会う。俺の術式で焼き尽くしてやるぜ。彼らはミズガルズ図書館の調査隊。大丈夫よ、私がついてる。出会いが重なり冒険が始まる。いらっしゃい。他にご用はございますか。冒険を彩る多くの仲間たち。私たちは彼らに助けられ、時には戦い、旅を続ける。旅の目的は怪異の真相究明。真実を求め襲い来る魔物と戦い、地図を作り上げる。怪異の真相とは、樹海に隠された謎とは。私の失われた記憶には何が眠るのか。全てはまだ闇の中だけど、未来を信じてる。だって私はあなたと出会えたから。新世界樹の迷宮ミレニアムの少女、2013年6月27日発売予定。先着購入特典は新世界樹の迷宮サウンドトラック。小城雄三氏の送るこの CD でしか聴けない音源に、日向井雄二氏の書き下ろしイラストジャケット付き。あなたと会える日を待ってるから。